現在我々は、ウクライナ軍の兵士が、治療を受けている病院を取材させていただいています。こちらの窓の近くには、土のうが置かれています。兵士の体内から摘出されたロシア軍の兵器と思われる部品だそうです。骨と骨の間にある影のようなものが体に当たって怪我をしたということです。